みなさんこんばんは石井正則です本日は2021年3月11日ですもう皆さんもちろんお分かりだと思いますけれども10年前2011年のこの日に東日本大震災がありました こういった日にね動画を配信するっていうことは別にいけないことではないとは思うんですが今年は特にね私の方からお願いしたいということがありましてやっぱり10年というのは長い月日でどうしたって風化していく可能性がある何の間の言っても風化してしまうそういった年月だと思いますそういった中で明日3月12日夜9時から 金曜ロードショーで「福島50」という映画がノーカットで地上波初放送となります私も参加させていただいている作品です佐藤浩一さん渡辺謙さんをはじめとしてたくさんの豪華なキャストの方の中で一生懸命作品の中に飛び込んでいく形で頑張ってきました去年のまさに この時期に映画は公開となったんですけれども新型コロナウイルスの影響が一番強い時期で緊急事態宣言も出て多くの人に見てもらう機会は失われてしまったという面がありましたこの時期にこの日に見るということに大変意味がある映画だと思います映画が公開された時もさまざまな意見がやっぱりあったそうですででもややはり何かししらの形でこうやって残して残いく、 多多くのの人に見てもらうう機会いい映画という形で、福島第一原発のその日最前線にいた人たちがどんな行動をとっていたのかそれを知ることは決して悪いことではないと思っていますその中でも最前線中の最前線にいらしたお一人を演じさせていただきました。 実際にその場にいた方にも撮影中お話を伺ったりして現場の緊張感はとても高いものでしたでどういうふうにこの作品が皆様のもとに届くんだろうというふうに思っていた中で新型コロナウイルスの影響が強く世界中に影響を及ぼした時期と重なってしまったということはとても悔しいというかくちたる思いがあって。でもこの10年の年まさに この時に地上波で皆様に見ていただける機会があるということであれば皆様にぜひとも見ていただきたいということでそしてこの教訓を忘れずにしっかり備えて僕たちも行かなきゃならないというね暗い気持ちになるとかじゃなく気持ちを引き締めてしっかりやっていく契機になればいいなと思っております。明日3月12日、月 二十一時夜九時から金曜ロードショー、日本テレビ系列です。福島フィフティ地上波初放送、ノーカットとなります。皆様、ぜひともご覧ください。